サンタナです。違うか。吉田サラダです。ウィラブスワローズ。ということで、6月5日、ヤクルトスワローズ対埼玉西武ライオンズ、7対2で勝利しました。スワロー吉田3連勝です、3連勝。あの、石川投手の勝利から何かきっかけつかんで、ヤクルトスワローズ乗ってきましたね。嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。いやー、先発のライアン・オガート氏、ナイスピッチング。あのね、初回の攻撃からね、ランナー出たと思ったらいきなり牽制で刺されて、なんか嫌な空気だなと。そして先制点も取られて、ああ、どうなんだ、ライアン。どうなんだこれ、粘って投げてくれんかなと思ってたら、ねえ、サンタナ選手のあのタイムリーですよ。もう取られた思ったんですけどね、取られてなかった。いやいやしました。大ファインプレーかな思ったら違うかったっていうね、よかったと思いました。まああれもね、あの村上選手のあの粘りっていうんですか、村上選手の見極めですよね。フォアボールちゃんと出て繋いでくれたっていうの、それを得点に生かせたっていうのがまたでかいですよね。そしてオスナ選手のホームラン、いや頼りになる。オスナ選手がね、またエンジンかかってきたらヤクルトスワローズもっと強くなるんで、こっからこっからですよね。そしてですよ、小澤投手が後ろに回ったということで、後ろの強化、これは確実にされると思うんですよ。この先発をね、あの、ちゃんと回せていけるようであれば、これはね、かなりの後ろ強化で、いい選択かなとは僕は思うんですが、まだ結果はわからないですけど、まあ今日の見てて強心臓みたいな感じがしますしね。で、小澤投手1巡目は絶対抑えてくれるイメージがあるので、なんかいけそうな気がします。本当楽しみで楽しみで仕方ないです。あと竹岡選手のホームランも良かったですね。なんかみんな調子上がってきたみたいで、なんかいい感じです。明日もこの調子で勝ってください。お願いします。明日の先発は高橋奎二投手です。頼みますよ。ここです。ここ。明日落としちゃダメなんです。この勢いでいきましょう。はい。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。